阿波踊り大使の吉崎香子と申します。徳島が世界に誇る阿波踊り、いかがでしたでしょうか。どうもありがとうございます。あっぱれ。皆さんお楽しみいただけたようでとても嬉しいです。この後3時15分より西の丸広場にてもう一度阿波踊りを披露させていただきます。引き続き皆様お楽しみくださいませ。激しかったな。やはり我々はちょっと武士としてはああいうグッとくるあれがありますから。すごいな。お名前のやつ、お名前のやつ、ありがとうさんじゃったな。みなの衆拍手ありがとう。この後もう君に下まで演奏されるので頑張ってな。ぜひこう後にした立った後は西の丸の方で、今一度鹿戸を見て楽しんでいただきたいというわけでござるけれども、いやなんじゃろうね。おのこも激しさもさることながら、あのおなごの何じゃろう、振りの美しさね。一糸乱れぬ、一糸乱れぬ。ほんでこう別の方向に動いてるかなと思ったら急にこう振ると魚みたい。確かに魚は例えとして正確かどうかわからんけども、いや本人美しかったよ。いやよかったよかった。どちらも良さがありますな。良さがある。大丈夫。この地面に残るこの踊りの跡、激しい踊りの多いですな。いやいや、めり触れてるんだ。この足が点でついておりますから。すごい草がちょっとえぐれちゃってね。いかんよ、文化財だから一応これやめてちゃうよ。あと手と足の振りが全くみんな一緒。右は右、左は左、全員当たった。そう、大好き。いいですな。いや、なんか見たら行きたくなってまいりましたが、いや本当に大好き。本当に、我々としては名古屋をお勧めしていかなければならないのですが、いやもう阿波踊りで行こう。これからは今日の夜の舞台の阿波踊りを主軸。いやいやいや、でも出てこれ引っ込めて言われますから。嘘じゃろ。我々は我々の良さで押してまいりましょう。はい、我々がやってはいかんということですね。そうですね、やってもええですが、見せ物にするには100年早いという。そうですね。あとは清正が半年阿波の国にするここでしっかりとデビューしてから、お披露目してから名古屋に持ち帰ってくるという。そうですな、刀を内輪に持ち替えて。そうですな、やってまいりたい。清正が飛び込んできて、よいしょっつってこうやっぱすでに板についてる気もしてる。さあというわけで、はい、ここからは名古屋おもてなし武将隊の時間にまた戻ってまいったということで、はい、本来であればこの後はいつも写真撮影という形で南と交流を図っておるんだが、はい、本日は先ほどから申しておる通り、我々名古屋おもてなし武将隊現在舞台公演中ということもあってじゃな、そちらの方にやっぱ知らん者には説明しておくと、東海テレビテレピアホールというところで毎年3月行っておるんだが、名古屋おもてなし武将隊絆という舞台で、今年は2015グレンの空へというタイトルを持って、こちらにおる前田圭司この者を主役に、こたびは舞台公演を行っておるということで、舞台公演を行っておるということで、10日間にわたる大戦であるとこういうことなわけだな。というわけで、皆の衆、ぜひ時間許すものはぜひそちらの方にも足を運んでいただきたいと思うのとともに、これからはその限られた時間の中でハイタッチ会という形で、南と交流を図りたいということで、1列スタート列を作って5人が横を1列に並ぶ上、目の前を走り去っていただくという形で、5人とハイタッチをダダ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 
そう、テレンテレンテレン、そう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 、あの曲流れた曲調のリズムで作っていただくということで、これそのハイタッチ遅すぎる、左右に立たな、それ正規正解、右手左手順番に出てくるんで、この話どうでもいいんじゃない。さあ、というわけで、今からはハイタッチ会の準備を進めるということで、では、ケンシロウ、ちょっと皆々に、そちらの説明をオーバーしてもらっていいかな。いけるかな。では、向かって左手が来ようかな。そうしよう。では、わしの指示に従ってもらいたい。まず、立っておる者、まずまず移動を命ずる。ではこれから、ハイタッチ会を行うための熱戦を行ってまいります。ではぜひ参加していく者たちは指示に従っていく。太鼓が聞こえてきた。太鼓が聞こえてきた。